お疲れ様スロットです。今日スライこちらジャイバルーンやっていきます。さあボイドが入ったね、ジャイを、今日もやっていくんですけど、まあ、またジャイ回と、なるっちゃなるんですけど、まあ、バランス調整が、来る予定ではあるはずなのになんかいろいろね、はい、今なんかバグとかも起きてるらしくて、メンテナンスが来てない、バランス調整が来てないというわけで、まあまだ環境変わってないんでね、はい、ジャイが強いよというわけで、まあちょっとね、普通にジャイダックネとかエリポンジャイ使いすぎたので、まあジャイバルーンのね、はい、ちょっといつもとは違うジャイでやっていこうかな。まあ、デリゴレの匂いがする。お、珍しい、ウィザード殺そう。あー待って、たまたま拾いしに来た、あっつたまたま、いや待って、これ生まれて生まれるよね、熱くね。いやこれにさ、うわ打てたら天国だった。今からでも打っちゃう、取るね。お、いやダクネにさ打ちてんの強くね、これボイドあるあるね。ユニットを倒した後に、まあ、相手が他のユニットを出してきてそいつを削ってくれるっていう、ヒーラー。さあこれはね、エリゴレか、まあゴーレムか二択ではあるんですけど、まあどっちかなーって感じですかね。はいうぜえスタンプも入手しました。はい、エリゴレや、エリゴレか、やっば、守れんのかな俺これ。いやでかいこれウィザードをさボコボコにできます。あーやばい、下手すぎた、許される、許して。これさ、もうあんただけを飛ばせれたら俺も幸せ。え、熱い、飛ぶ、あーうまいな、その、いやでも、え待って、進化助ドリーム、え久々すぎる進化助で勝つ、久々すぎる、やめてやばい、これ取るとんだか当たる、最悪よ。しかもこれプッチョに打ってもマジで意味ねえか。よいしょ、んねっんんえうっせえだろな、このスタンプ。最新ね、ウザホグスタンプをショップで出てたと思います。480円かな、買いましたスタンプに500円かけてる。いやマジでね、可愛いんだよなこれ。まあ可愛いというかうぜえか、9割うぜえけど、このプリンセスからのうぜえ、マジでうぜえなこれ。よいしょ、さあ、まあ、ジャイバルーンいきますかマジ500円の価値ありますこいつ。ババね、これまたゴレ、エリゴレ可能性はあるね。ああ、未来進してボイド使ったんで、もう、まあ、バルーン行かなくてもいいか、ここ強くね、やばいや強すぎる、やば、出てきたボンバーまでもしばく、延命事故ると今みたいなことあんだな。いやこれ今相手対空ないな、今回ラバルっすね。まあ一旦ちょっかいかけて相手の集中力を削っていく、来信して、これマジ美味しい、うん美味しいのか、撃ち落とせ。あー確かに、まあまあまあ、これユニット溶かせてんでカウンター来ないんで、まあギリ許せはするか。いやこれどう考えても煽りだよな
やばすぎるか。煽り性の高いスタンプ増えちゃったな。さあ、守れるかなっていう。結構怪しいか。インドラにあいつ打ってもやばい。あ、守りたい。あ、バルーンこれ一発も入んないことあんだ。やばくね。え、ここのボイドさ、いやー、なんか時間が絶妙に無理な気がした。諦めよう。諦めも感じ。え、やらなかったよ。そう、おや。進化すけ、これなんか事故りそうじゃない。え、強っ。進化すけ。え、めっちゃ久々にさ、進化スキャを使ってる割にこんな高確率で事故るもんですかい。おや、なんか全体的にね、まあまだ調整きてないけど進化も弱くなるんで、まあ、そうなるならまたスケまたスケが強い環境くんのかこれ。まあ最初はちょっと可愛いスタンプ送ってまともなやつぶっとくか。まあ怪しい匂いのマザネクぐらい使って。おー、これね、エリポンゴーレムあるね。エリポンにボイドめっちゃ強いんだよ。エリポンゴレア、いやもうこれ逆サイジングバルーンとつってもいい。はいはいっつって、でまあコース使ってくれるやん。まあ打ってもいいよね。で2発でさ、芝くん強すぎん？落ちるしな、これ。でプリンセス等よ。いやー、落ちはした。珍しいプリンね。これまだジャイバルーンきゃ勝てんかな。脳死すぎるか。いやー、まあエリポン削っときたいな。さあゴレ展開。まあジャイバルーン行ったもな。スケドラ守れるんかこれ。俺はこれ守れんのかな。さすがに来るけど仕方ないか。いや、そうよ、ね、終わった。終わった匂いはする。いや、もう耐えたい。一体に当たれ。許されてはいる。進化すけ、ここは強い。え、いや、いい、全然耐えた。多分耐えた。あんた危ねえかんな。いやー、時間攻めるか。攻めちゃう。でどうせライトラとか来るだろ。本当に止まるもん。一応近畿できます。やばい、いらない。え、熱っ。てか落ちたやん、多分。いや、ジャイバルーンすげえキングおるやん。ラスタンプ送るの忘れた、俺のお気に入りの。煽り性の激高ホグスタンプが、せっかく買ったんだから使っていかなきゃ。500円だからね。うぜえ、この豚うざすぎる。あ、この人あれやん、なんか
なんかいろんな意味で有名な人よ。メガナイトだ。そう、メガナイトオールブレイクとかじゃないっけ。まあジャイってこれミニペサイトなんで、ジャイからのぶっ飛ばして強っ。えっ、コウモリもさ、芝居って強すぎ、やばくないこれ。終わってる強さしてない、ボイドね、しっかり。え、てかプリンセスタワーなんやけど、うせえ。いや、いいザップや。いやこれね、いや、やめとくか。やめとくか。ヘナチョコバルーンになっちゃった。いや、このスタンプを手に入れてからクラロバ 100倍楽しくなった。クラロバ、よいしょ。うぜえ。いや強すぎる。相手飛来心しようとはしてるけどできねえしな。ミスったらさっきみたいにコウモリただただ死ぬしな。いや、進化助つえ。いってらっしゃい。最強じゃない、リトプリもしばけるし、これ。ボイドゲーやん。守れんのって話よな。まあ、諦めるパターンもあるか。うぜえ。このスタンプマジでうぜえだろうな。いや、でもちょっと可愛いんすよね。可愛い可愛い可愛いで許されるか。ほぼ煽り。お、この人枯渇のうめえ人やん。さあ、ガンミからのワンチャンプリンセスミラーディガポイみたいなパターン丸がさ、枯渇だね。なんかバルキリーなんだよな。橋前プリン好きやな。インフェアだ。あー、これね、そうユニット来やすいんで、この打つ位置をもうちょっとこっちの奥側とかに工夫した方がいいな。飛来心されにくいとこに出しよかったな。ボイドで突破しようか。さあ、テスラバルキリープリンギャング枯渇、まあ普通の枯渇か。まあ橋前プリンだけ嫌なんでね。あと相手の呪文がポイズンかロケットかね。もうやだ。めんどくさいね。まあ、これで呪文チェックいこうか。え、テスラが、いや、ギャング飛べ。今一発入ってよかったやん、明らかに。いや、苦しいな。行ってもいいな、マジで。行っても良さそうではあったが、許容からのこれだって。最悪。いや、しかもこれあれだ、解けねえよ。やべやべ。おいけないよね。最悪や。うん、ラッキー。ラッキーすぎるよな。ミラー枯渇ね。ってことは呪文が多分ロケとかないっす。なのでゆっくり、え、大きい大きいというか横だったもん。いやー、バレルミラーやだな。まあ一周目無視できるな。最悪、進化バルキリーやばい。進化バルキリー進化スケか。なるほどね。進化バルキリーめんどいな。うまい。なんかすげえ引っ張られてんな。大丈夫そうなの、かわいそうなぐらい引っ張られてる。
まあ、やられたら次がめんどいが、最悪ね、ボイド防衛。うわ、こいつあるんかい。いや、ここでね、まだ後ろから行っちゃいます。余裕あります。焦らなくたっていい。高めですら来るか。いや、このボーボイ強えな。なんかちっこいのいっぱいいるとボイド難しいね。右の方が削られてるな。いや、まあでもポイなんでテスラをぶっ飛ばせば。いや、あれ強すぎるな。進化スキが、何これ、やばい。俺の知ってる、俺の知ってるクロロワじゃない。いや、うめえな、さすがに。うめえし、テスラテスラ嫌すぎるし。いい位置。いや、ワンチャン。もっと前から攻めてればみたいな。え、テスラミラー枯渇やるな。マルチ上位のコカッちゃん使いね。進化バルキリーなんか嫌だったね。ジャイバルーン、ジャイに攻撃されるとバルーンも座れちまうもん。さあ、失踪クラン、こんにちは。フェニー、まあ何でもあるよね、フェニー最近だと。おお、来るね。引っ張って卵延命したい。さあ、まあ普通のジャイかな、最近流行りの。これトリトンにボイド打ってジャイを突破するでもいいし、まあトリトンじゃなくても相手のフェニックスと対空もう一枚リトルプリンスか。ボイドカバンしてもいいな。ヤナメザップな、エリポワンチャルか。ヤナメザップでボンバーがいると、まあライトニングはないね。ちゃんと来るのね。え、ちょっといい。まあもったいない感もあるんですけどね、ちょっといい。ダクネか、ダクネ風にリトプリいんのかな。まあ月ジャイして、まあ俺ジャイバルーンで突撃してあとは適当に守りましょうよっていう。やだな、痛いね一発。600、進化ザップ使った。ここか、いってらっしゃい。でフェニー落とす。いや、これやばくね。バカ強いんだけどボイド。そやな、打って、いや止まんないねこれは。
ありそれっていうからのスケもあるし、スケを突破してもトリトンがある、やばいねいやこれ打ったらさすがに煽りにはなるが、打っちゃいたい。なぜなら500円課金したんだ500円課金したんだ俺は。500円分のスタンプ使っていかなきゃね。いやまあ多分ジャイ対決これ強そう。ボイドで相手の耐久を落とせば勝ちだからな。ザップとかないけどインドラとかもねぶっ倒せばいいからな、ボイドで。さあよろしく。めっちゃ強くない？ボイド。おおもろいやつ来た。熱いねこのスタンプが効くぞ。よしよしよしうぜえだろな。ハルチェ、でもハルチェ咲いた、いっちゃうか脳筋です、頭使いませんスタンプ。え、ハルチェバルーン的な。いや取れねえよ、ミスラハルチェバルーン。夢いい筋肉されたな。いや痛えかこのキング起動。しかも相手のトルネ、いや施設なし、ディガーザップ高回転か。いや俺バルーンを守れるかな、まあ、ボイドで、ボイドで頑張るか。ちょっとやばいな、こんなスタンプ使っておきながら普通に負けるかもね。いやボイド強えよかった、ボイドじゃなかったらもう終わってるかな普通に考えて。まあでもボイド読みで次から真下にディガーとか全然来るんで、まあそうなるとむずいのと、進化スケ、進化バルキリーかな。進化スケバルキリーな気はするが、進化バルキリーの突破方法棒そんなんねえかな、これおもろくある。ザップもあるもんね。いやだからちょっといい棒や、ボンバーたまたま入ったりしねえか。未来石やめて、ちょっと熱いか。トルネ使う、バカが入ればいい。なんなら一発、いやいいね、トルネ伝えたらいってんじゃねまず頼むボイド一発ね。いやー進化スケ進化バルキリー嫌だな。来るよね、耐えて。おいボイディー、ボイディー、ナイスボイディー、きつ、ハルチ先生とかバルキリーかこれ、バルキリー先生やばいしょっぱすぎん。マジきつい、
ね、ここの位置のボイス強い。お、強い。バカは入る。いや、ボイス強っ。で、ボンバーも強かったり。あぶね。いや、ボイド、バカ強くね？マジ、バカ強い、これ。やべえな。対空フェニーだけやで。普通に最強じゃない？スケラボーヤもできる。エリポンも壊せる。バルーンも止めれる。できないことないんだよな。ボイドで。正直。まあ、サイク手札回し、呪文、まあ、削り要因、施設も突破できる。無敵やん。マジの無敵。あー、じゃあ、クロス。めっちゃクロスの顔してる。クロスもさ、ボイドで最悪壊せる。まあ、ナイトとか、スケとか、アーチャーとか、まあ、来やすいっちゃ来やすいかだも。アーチャー来い。いい切り替えだね。よいしょー、よいしょー、無敵。やべ、調子乗ったか。許して。よし。お、そのテスラは、あー、そう、突破されんだ。いやー、まあ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 、耐えりゃ何でもええやろ。さあ、いいよ、いいよ、頑張れ。まあまあ、進化なんだろうな。進化スケ、進化ナイト、進化アーチャー、進化テスラ、まあ、薄い線で進化アイスピ。一応何でも可能性はあるが、まあ、ボイドで削ってもいいな、正直。まあ、様子見るか。はい、ゴリ押し。はい、ゴリ押し。ついよー。ヤナーメとの組み合わせもいいね。優秀なボンビーがいます。やばい、やばすぎる、その神ファイボ。マジやべ。いやー、俺はどう考えても右を削りたいんやな。あのテスラはな、突破できないよな。ファイボで、ファイボ打ったか。だが強すぎる。だが強っ。やばいですね、これ。呪文削りがここから始まります。絶望のガンイモ呪文削りパーティー始まるな。ボンバーで射抜くのが狙いです。逆サイのさ、ダガーが強すぎない？お、プチプチ、いいよ。相手はもう左しか来ないね。フェニーにファイブ打たしてもいい。うん、こっち来るんかい。もうこれバルーン行って、アーチャーに穴埋めて、あとは運ゲーね。お、ボイド、熱い。これ飛べ、アーチャー飛べ。いや、アーチャー飛ぶだけで価値ある。攻め打っとく、来たらやばい。エンメアだ、熱い。ボンバツいよ、やばすぎるこれ。相手が削ろうとしてんのに、俺が守るだけで削れてるもん。ボンバー、やばすぎる。本当にごめんね。ボンバー強すぎて。マジになってね。やべ。ナメプキンキ。こんなんも。確実に。確実に壊したい。やば。なんかかわいそうになってきたな、相手。ボイド。ボイドボンバー。
いや強すぎるな、ボイド。腐ることなくない？こいつあれば何でも解決するやん。最強呪文です。さあもう初手じゃいとかでもいいが、まあいいか。このスタンプ持ってるやつあんま出会わねえな。おドリルや、めっちゃ裏はいや嘘やん、嘘みてえに早いんだけど。進化ボンバー開幕30秒できとるやん。さあゴブリンドリルね、これ取れなかったら勝ち。ジャイバルーン組んでテスラに飛来侵されにくい位置にボイド出せば、ワンパンがある。いやーまだ止まるか、もう一発来るな。うん、まあこれはいいでしょう。逆に2周目テスラを抑えてるんで、こっからちょっとずつずれていくよサイクルが。いやーいいね、いいボンバーだ。一生後ろからジャイバルーン組んでもいいか。さあもうフェニーも強い、引っ張って縛くのもありか、まあ、バルーン出さなくてもいいか。まあ打つ必要あんのか際どいが、ミリ残るだけで相手視点はだるいでしょう。まあこっからだね、こっから守られたらまあ負け。よし、相手きつい。うわーそれやばい。確実にね。え、なんかボンバーすげえ熱そうな流れではある。いやフェニセンコいてー、いやこれ結構熱くない？ギリギリテスラやもんね。こっちの辺になんか飛来侵しにくそうなとこに。さあドリル間に合わない、カキ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 。相性です、これやばいな。ジャイバルーン組むだけでも相性いいのに、ボイドで姿勢ストップできるかもな。というわけで皆さんもね、ジャイバルーンボイドやってみてください。グラちゃんと声がも、おっしゃった、おっしゃった、またね。